北照会理でございます。6月22日火曜日、東京大田区民ホールアプリコにて1時と5時の2回公演、朗読劇島森の塔が上演されます。戦中最後の沖縄県警察部長新井泰造を演じます。この作品を通して彼らが伝えたかった命の大切さを皆様にお届けできたらと思っております。公演チケット、配信チケット発売中です。ぜひともご覧ください。